サンセバスティアンシル・ロワールは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。人口においては、県大後の都市である。ロワール川南岸に位置し、なんとの旧市街に近く、4キロメートルほどしか離れていない。1789年までは、教区の名は、サンセバスティアン・レーニュであった。その後、コミューンの名は1920年まで、 サンセバスティアンとなった。1920年、郵便局がサンセバスティアン・レナントの名を拒否したため、サンセバスティアン・シュル・ロワールの名が採用された。しかしサンセバスティアン・レナントの名は、第一次世界大戦前に発売された絵葉書の中に、頻繁に登場する。エーヌの教区は、セイセバスティアンに捧げられており、15世紀にはサンセバスティアン・レーニュの名で、 巡礼地となっていたことが知られている。この巡礼の評判はラブレーのガルガンチュアにおいて評判を巻き起こすのに十分なほどであった。聖セ,セバスティアンの加護を求める巡礼者たちから薬病の恐怖がもたらされたのである。17世紀と18世紀、何都市は公式の巡礼団を組織して聖セ,セバスティアン教会に送っていた。この巡礼はフランス革命によって廃止された。 革命時代、サンセバスティアン住民の多くが新政権に冷淡で、1793年のバンデの反乱においては、共和国軍と敵対することとなった。1920年代まで、サンセバスティアンは、農業中心の田園地帯だった。19世紀の間、伝統的に栽培されてきた小麦、ワイン用ドウは徐々に捨てれ、変わって野菜が栽培されるようになった。 1860年代からは豆と人参が盛んに栽培された。やがて園芸農業が主体となった。1866年以降、なんとらロッシュシュル四管を走る鉄道路線がコミューン内を横断するようになったが、旅重なる陳情にもかかわらず駅が設置されることはなかった。最寄りの駅は現在もベルト駅である。 1970年代からサンセバスティアンは住宅地となり、農業事業者はさらに南のコミューンへ移っていった。参照元、インセグランドジョーネのマナーハウス15世紀以来、特に17世紀以降、貴族やブルジョワ階級の邸宅がサンセバスティアンで大量に建設された。いくつかはすでになくなっているが、全般的には保存されている。ありがとうございます。